さんこんにちは、バンドネオン奏者の小松亮太です。この度ですね、西鉄ホール、福岡の西鉄ホールで4月8日に講演会をやらせていただきます。小松亮太が語る単語の真実というわけでございまして、もうね、早いもんでもう2年が経ちます。この単語の真実という本を出してからですね、まあでもね、やっぱりこう世の中にこうまとわりついてる、まあ、一つのイメージっていうんですか、先入観っていうかね、なんかそういうものをこう剥がしていくのって本当大変なんだなというふうに思ってまして、まあ、講演会の方も頑張ってやってますよ。で、まあ本当ね、まあ、今までいろんな音楽ジャンル見てきたんですけど、まあ単語ほどこう誤解がまかり通ってる世界ってないなっていうのが本当正直なところで、もちろんね、それぞれの音楽ジャンルにこうなんかこう歴史的なこう事実がこうかなりこうねじ曲がって伝わったりとか、なんか嘘の話をみんなが本当だと思っちゃってるとかね、もうそういうことっていうのは、まあどんな音楽の世界でもあるんですけど、まあね、単語はね、本当端から端まで嘘じゃないかっていうぐらいな感じでして、もう例えばですけど、まあ、このバンドネオンですね、このドイツで生まれたバンドネオンは教会で、キリスト教の教会で賛美歌の伴奏をするために作られたのだとかですね、あと最近のひどい話になるとですね、なんか悪魔が発明した楽器とかですね、本当よく言うでしょ。あんなの完全に嘘ですからね。これはですね、もう本当ドイツで発明された楽器ですけど、キリスト教とも別に関係ないし、それから、まあ、ましてやですね、悪魔が発明した楽器なんて、あんなのこれ言ってるのは、ね、実は日本だけなんですよ。本当にもういくらも英語でもドイツ語でもいくら検索してもこれ出てこないです。バンドネオンが悪魔が発明した楽器とかね。まあ、僕なんかはですね、やっぱりこのバンドネオン奏者のもうちゃんとこうアカデミックに勉強した人がこれからプロになってほしいっていう思いがありますから、まあ、はっきり言ってバンドネオンは悪魔が発明した楽器と言われてますとかですね、なんかそういう、まあ、まきで嘘ですよ、嘘そういうのってね、本当にあんま良くないと思うんですよね。これからちゃんとしたバンドネオン奏者が出てくるためには、であったりとかですね、もうそれからもう本当こう単語っていうとですね、何ですか、こう首をカクカクカクってやる踊りでしょうとかですね、まあ、いろんなこと言われますよ。あと何ですか、アストルピアソラは踊りの伴奏に過ぎなかった単語に聞くための音楽にこう変革したのだとかですね、もう相変わらずなんかもう言われてるじゃないですか、もう完全な作り話が。あれ実際はですね、その踊りの伴奏に過ぎなかった単語を聞くための音楽に変革したのってピアソラじゃないです、まあ、ある別の名前の人なんですけど、でピアソラよりもずっと年上の人がやったんですね、それはね、まあ、っていう話だとかですね、まあ、とにかくね、その単語の世界にこう、まあ、嘘がまとわりついていくっていうことが、まあ、ずっと今まであって、まあ、それをですね、誤解を解いていきたい。でそのためにはですね、この本を読んでいただくのももちろんいいんですけれども、福岡でね、初めて講演会させていただきます。4月8日ぜひいらしてください。西鉄ホールです。小松亮太が語る単語と真実、よろしくお願いします。